他にはないのか？ないの。ん？お取りをするのはいいとして、何かいい案はあるか。俺はそれほど騙すのはうまくないぞ。そう、アランなら口八丁手八丁でなんとか負けると思ったんだけど、無理。無理だな。それじゃあ、いいこと思いついたわ。なんだ？今度のはちょっと技術がいるわ。簡単な陽動ね。銃は持ってきてる？ああ、P99 だけはな。サイレンサーは？それはない。それじゃあきついわね。まあどうしても必要というなら、サイレンサーに関してはそこに売店があるからなんとかなるさ。即席で作成しよう。じゃあそれは任せるわ。でどうするかというと、あそこの建物のほら、あのパイプが見える？どれだ？ほら、あの。ああ、わかる。でも2本あるが、どっちだ？どっちも。そのパイプを両方とも打って、左から。右は少し様子を見てかな。あのパイプはなんだ？あれは水道管とガス管よ。左がガス管、右は水道管。じゃあまず火事を起こして水道管で消すわけか。なんでそんな面倒なことをする？火事にするだけでいいだろうに。あのアパートは全体的にボロいからね。火事にして取るもの取ってくる前に逃げられなくなったらシャレにならないわ。なるほどな。こっちはそれを水道管で調整すればいいわけか。ま、うまくいくかどうかは賭けだけどね。水飲むか？一口だけ。武器はあるのか？ないの。体術はそれなりにできるつもりだけど。じゃあこれを持っていけ。ありがとう。後でちゃんと返すわ。そうしてくれ。ちゃんと生きて返せば貸しはなしにしてやる。ありがとう、アラン。始める前に一つ聞いていいか？取ってくるものが何かっていうのはダメ。それは秘密。そうか。まあいいか。じゃあ始めるとしよう。
失敗したわ。見ればわかる。部屋の中で待ち伏せてた。一人は倒したけどね。どうする？あまり走って逃げるわけにもいかないだろう。こっちに来て。いい場所を知ってるの。最近雨宿りに使った場所でもあってね。まあ身を隠すにはちょうどいいかな。見回りなんかは来ないのか？前に来た時は来なかったわ。まああの時は土砂降りだったからっていうのもあるけどね。まあその時は素直に出ていくとするか。そうね。誰だ？誰かいるのかね？気のせいかな。もう大丈夫だ。それじゃあ早くどいてよ。ああすまん。やはり見張りっていうのはあったな。そうね。だがま、しばらくは大丈夫だろう。ええ。どうした？傷が痛むのか？ああ、大丈夫よ。あら、
うん。いや、なんでもない。そうか。あら。うん。ごめん、なんでもない。そうか。あら。レプレ、何か言いたいのなら気持ちを落ち着かせてから言った方がいい。落ち着かせることなんてできないわよ。なんで私が、こんな私が今さら。なんで私があなたのことを好きだなんて言わなくちゃいけないのよ。女の子をしなくちゃいけないのよ。レプレ、私は戦士で、人殺しで、恐ろしい黒ウサギを。なんで今さら、本当、なんで今さら。レプレ、人には今更なんて言うことはないさ。好きなことをすればいい。何無責任なこと言ってるのよ。あなたは私がなんでこんなに苦しんでるのか分かってるの？そうだ、俺は無責任だ。それにレプレの苦しみは分からないさ。結局な、分かるなんて言ってはいけない。知ってるわ、そんなこと知ってる。でも分かってほしいのよ。レプレ、ひどい男ね。ひどい、ひどい男。でも好きになってしまったのよ。理由は考えるもんじゃない。アラン、私を女の子だと思ってくれるなら抱きしめて。レプレ、ダメ、お願い、今は何も考えさせないで。考えればきっと私は壊れてしまう。レプレ、レプレ、
俺は。俺は君の望みには応えることはできない。俺にはもう隣の席に座る人間がいるんだよ。それじゃあダメだね。でもこれくらいは私にもちょうだい。それじゃあ、もうアランは手伝わなくていいわ。どういうことだ、レプレ。一人じゃ絶対に無理だぞ。いいえ。さっき侵入した時にロープを見つけたの。それを建物の裏側に落としておいたから、うまくすればそこから奇襲できると思う。じゃあなおさら一人じゃ危険だ。いいえ、これは一人じゃなきゃダメなの。それにロープはそんなに頑丈じゃなかったから、私の体重なら大丈夫かもしれないけど、あなたには少し無理だと思うわ。だが。それでいいの、アラン。さ、振った女のことなんか忘れて、あの子の元に帰りなさい。レプレ、あなたにはあの可愛らしいお嬢さんがお似合いだわ。さあ、こんな嫌な女なんか置いて、さっさと行って。レプレ、それでいいのか。女にもね、絶対に意地を張らなきゃいけない時はあるのよ。あなたがここにいたら、私また泣いちゃうかもしれないから。だから、行って。ああ。
レプレイ、生きろよ。もちろんよ。嫌な女は生き残るってお話は決まっているもんだわ。お帰りなさい。アランさん。アランさん、ミキリさんは？大丈夫さ。ナーティ。何ですか、アランさん。俺は不器用だな。不器用じゃないアランさんなんて、多分アランさんじゃないですよ。言うようになったな、お前も。伊達に一緒に暮らしてませんからね。そうだな。D。食事にしようか。はい。
じゃあそのルチアーノという男を探せばいいのね。なあ、そのようだな。カサルはそう言っていた。そいつがどこにいるかはわからないの？フィレンツェにいることは確からしいが、場所まではわからない。ニコラなら知ってるだろうかな。じゃあどうやって探すのよ。このままじゃ私たち。セス、あの子の心の悲鳴が聞こえるわ。フランチェスカ、彼らにはどうする？以前と同じように忠告するのか？私には彼らがどうなろうとも関係ない。私に関係あるのはあの子だけ。激しいな、お前たちは。そうね。でも多分それは、私たちはあなたたちに似ているから。ひどく似ていて、そしてひどく違うわ。それは私たちにはある欠損がある。私たちはそれゆえに、あなたたちよりもその欠損を補うために何かを激しく求めようとする。それこそ気が狂っても構わないくらい。フランチェスカは何を求めている？私はあの子、あの子だけいればそれでいい。だがそれは本当の答えではないだろう。でも今はそれしか答えもない。私たちにはあなたたち以上に自分のことがわからないから。君はあの子を求める。だがあの子は君を求めていない。それについてはどうなんだ？それはちゃんと聞いてみないとわからない。
逃げているだけよ。私ではなく現実の問題に。君は厳しいな。自分にも他人にも。セス、あなたはどっちの味方？もちろん決まっている。自分の心が命じる方だ。あなたたちらしい卑怯な答えね。でもあなたの求めているのはあの寝たきりの子だけじゃないの。あの子はそれを求めているの。わからないよ、それは。だがあまりにもな。あいつくらいは救われて叱るべきだ。それがあなたの望み？フランチェスカ、俺はそれだけを望んでいるわけではないよ。もう一人、こっちは俺の手できちんと型をつけなきゃいけないのがいる。あなたたちは面白いわ、本当。二つ以上のことに同時に惹かれるなんて、どうしたらそんなに矛盾していられるのかしら。それが人間というものだからだよ。多くを求めながら一つのことに集中することのできる可能性を持つものだからな。そうかもね。ちょっとそれは羨ましいわ。なんだって？なんでもないわ。理解できないってね。だが今の問題は彼らだ。彼らが危険にさらされれば、当然レーニエも危険にさらされる。それは君の望むところではないだろう。そうね。いや、そうだよ。なら忠告してやるか。それもいいかもね。あなたがやる。ああ、そうしよう。なんだ。はい。君たちのいるその場所は危険だ。すぐに逃げた方がいい。なんだ。どうしたの？いや、ここが危険だとかいう電話でな、すぐ切れたんで誰からかもわからない。声に聞き覚えは？どこかで聞いた覚えはあるのだが、いや、思い出せないな。しっかりしてよ、リーダーなんだから。で、どうするのよ。ちょっと待ってくれ。
うん。よし、みんな用意してくれ。一旦ここを放棄する。正気なの？パレルモ、いたずらだとは思わないの？万が一誰かのいたずらだったらそれでもいいさ。だがこれは劇の配役決めみたいなものさ。早い者勝ちのな。残っている役はピエロか死人の役。俺なら迷わずピエロを選ぶ。そうね、確かにそうかもね。